週刊ウニュです。岩井まさか、YouTube からお送りしてます。そしてまた今日は、新ネタを三好さんが考えてきてくれたということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これで、まだ書き始めて10分なんですけど、これは何ああ、かというと、正なる三ほ角ど。形の中をなるほど。お面積 P 対 Q に分割する線が書いてあります。おで、回していくと、こんな感じになって、こんな感じになって、こんな感じになってっていうのが、続いていきます。はい。で、また万華鏡ですね、これね。万華鏡はある種ずるいな。ある種ずるいんですけど、万華鏡は何でも万華鏡になる。どうしようかな。60度。ね、60度回ると、これこうじゃないな。逆向きの60度かな。こうだ。まあまあ、なんかこ P と Q が分かりづらいっていう。う。D と B かっちゅうな。まあ、こういう状態から始まって、まあ、ここのところは多分六角形的な感じになって、目分量の六角形だけど、大体合ってるな。目分量。いや、ちゃんとここが平行に引けてるかどうか自信ないああ、そうなのか。ね。ああ、そうなのか。なるほど。まあ今ただの回転にしてますけど、本当は競泳ということで。競泳？ああ、そうですか。はい。万華鏡なんでね。ああ、万華鏡。鏡落としということで。はい。まあ、ここは似た感じになるから省略しましょうか。はまあ、い。なんかこんな感じで、回っていくと。はい。いうことですね。まあ、万華鏡ですね。でね、ああ、結万構華この鏡。ね、直線の通る軌道がね、結構ややこしいんですよ。で、このね、悪そうなのかな。P と Q が1対1だとするじゃないですか。要は、ええ。正三角形を2等分する直線えの集まりを書くと、なんかデルトイドっていう曲線が生じるらしいんですよ。え。ええ。なんでね、今ね、ちょっと計算中なんですけど、結構ややこしくて、一旦ちょっまあ、と共有停止しますが、ああ。このね、見えますかね、これ。なんかこの、角度が、マイナス A から A たす60度で、サイン A がああいうやつっていうところでは、P 対 Q のやつをやると、なんかこんな式になってきて、P 対 Q、こんな式にあれ、なってきて、角にはまって、次は？そうなんか。なるほどね。で、この間はいいんですけど、今度は四角形になるんですよね。四角形。間。この範囲を超えると、ここね。だから、計算難しいのかな？計コンピでやれ算、ば簡単？何でやる？コンピューターで。ああ、まあ、数値的に出せれば別に、こんなサイン、コサイン、タンジェントやらなくてもいいのかもしれないですけあ、ど。本当に？まあ、式は分かったら教えてもらってた方がいいので。ください。くだといさういっこて、と自分で、で考え、あれがないっていう 自分で考えてもいいんですけどね。結構めんどくさなんそう。かで、名前ついてんですね、でも。なんで、1対1の時デルトイドで、比が違う時どうなるか分かんなくて、まあ、なんなら、これ正三角形じゃなくて、準デルトイド。正三角形じゃない、この間言ってた直角
三角形のね、三角定規の、はいはいはい、やつ。あ、なるほどね。で、その P 対 Q に分割とかってやっても面白いかもしれないですけど。なるほどね。で、これ P と Q 任意なので、一周回ったら、ちょっとまた P と Q 変えながら回していくとかさ。ああ、なるほどね。いうことをすると、アニメ的にちょっとストーリーが。ああ、P と Q だね。発展。だんだん回せ、だんだんずらせばいいのか。そう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 。ええー。まあ、まあまあ、もはや、万華鏡ですが。万華鏡ですが。ですが、まあ確かにでも、うん、1対1って、の時はちょっと面白そうだね、まずね。あ、そういう動きするんだみたいな。あ、そうですか。意外とね。だから重心のところを通る直線はその対辺の2分の1の時は2等分してるけど、うん、重心を通り続けてるとこの辺に平行になった時って違うんですね。4分の1になっちゃいますか？あ、4分の1でもない。1対2に内分してて、こっちが四角形でこっちが三角形だから、ちょっとややこしいんですよ。どうなるの？あ、そう。あ、まあでも、だから、そうか。4分の 1?4 分の1じゃないんだ。3分の、相似比3分の2の三角形ができるから、3分の2の事情だから何？9分の4。ああ。ほらね。半分よりちょっとだけ小さくなっちゃう。9分の4はつまりで言うと、あれですね、三角形で9個で埋めたときですね。ああ、なるほどね。ええ。あ、本当だ、本当だ。ええ。でそれを半分にしようと思うと、今これ、重心って1対2だから、66.66%、まあ、約 67% のところだけど、うん、ぴったり2分の1にしようと思うと、ルート2の逆数の 70% ぐらい、約。あ、そうですね、ルート2ですね。うん、約 3% だけこの縦の線をこっちにずらしてあげないと、うん、2分の1だとだからそのすごい微妙なムニュムニュって動くって、うん、微妙な差なので、まあ P 対 Q ぐらいでちょっと差をつけてあげるといい感じの動き、差をつけた方が差がつくのかってことね。まあそういうこと、なんかちょっとやってみないと分かんないけど、そこ計算も難しいのかな、またよ。何で、あれ、移動しますか？何で移動？角度ですね。角度で、じゃあ角度決まったら、ああ。うん。なるほど、ね。角度決まったら、直線の方程式は、角度決まったら、ここの辺との面積が、そう。面積が合うように置けばいいので、まあまあ。うん、数値的にも解決はできる。まあまあ、まあ、なんだっけ、ニュートンとか使えば出ちゃうんですよね。簡単にはね、一生懸命計算しなくても出ちゃう。まあ、そうね。まあ、倍だけ多いんですよ。だから、このね、こう、まず、あ、ここの。場合分けはやるよね。ああ、まあ、そっか。場合分けはやるけれど、それは計算すると、2辺にまたがってる間はいいけど、こっちの2辺に移ってとか、なんか角度が決まったら、どっか点を通るところは一旦仮に計算して、あとどっちかなって見ればいいのかな。どっちかわかるのかな。答えが2つってことはない？あら、大丈夫？うん、まあ、角度が決まれば答えは1個、うん、直線は1つに決まると思いますね。さすがに。そうまあまあ、じゃあちょっとやってみましょう。うん、めんどくさければニュートンで。ニュートンで。
無理だな。はい、わかりました、はい。じゃあちょっとやっときますか。まあでも、この間の万華鏡ネタもあるんで、じゃあその辺からやってみます。この間の方が簡単だったのかな。前のはもう定点の周りをぐるっと回るだけなんで。そうですか。じゃあちょっとやってみます。うん、はい、よろしく、はい。そしたら見てくださってる皆さんはチャンネル登録よろしくと。いいねをよろしくね。いいねだけ。高評価よろしくお願いします。ということで、また次回よろしくお願いします。